はい、こんにちは。いちごうさきです。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。mh さん最後のドラマですね。こちらの方もえっと最初の1号詐欺のファーストチャンネルでも、あのすごいお話しさせていただいたんですけれども。これは本当は8話とか10話とかね。あったと思うんです。ただ、当時の2020年のあの流行りのなんかが始まっちゃって。 撮影自体があの密接を取れないっていうことで遅れたりとかまた MH さん自体がいなくなってしまってそれで撮影が続行できなくなってしまったっていうふうな重要なポイントの人物だったんでそういうのもあって4話で、えー、完結という形になっていますで、えー、過去の動画にもいろいろ 4話で主人公の久喜玲子さんが、えー、まあ本当にね、えー、え列車にふと降りていかめしを買うんですよね。でいかめしの中にいかめしっていうのが4個買ってるんです。4個。 ですす個ですよで、えー、これがまあ結晶の方で、えー、まあねちっちゃな子供たちとかの犯罪抑制のために、えー、出してるんですけどイカのお寿司っていうのがあってこれがもっとねあの地域によってはいろいろついてるところもあるんですよ。もうちょっと長い 発表しているところもあるんですけど「イカは、えー、と知らない人、まあ、知ってる人でもついていかないで「のら」のは、えー、お父さんお母さん以外の車ですね知らない人の車に乗っていかない乗らないで「王は大声を出す「す」はすぐに逃げる「し」は知らせるこんなことがあったんだよっていうのを知らせるっていう風な えー、メッセージが入っていますこれをねあの、まあ、小学校とかではね、えー、実施してると思うんですけれども、うん、で、まあ、なんでこの4話にいきなり関係ないイカのねイカ飯を食べるシーンをわざわざ入れたのかなっていうのがあったんですけど本来であれば8話とか10話とか、えーまあ、そういうふうな ものを作ってたんでどっかしらもしかしたらお父さんと一緒に食べるとか何か違う、えー、メッセージがあったんじゃないかなと思うんですが4話っていうことで無理やり入れたんじゃないかなと思ってるんですね。でまあ、この4 4個の個ですねそれが まあ、このドラマを通してあのやっぱりこういろんなメッセージが今世間で、えー、っと怪しまれている、まあねえー、子どもたちが、ね、安全に過ごせるためにはどうすればいいんだろうっていう問題意識がすごく入っている作品だと思っています。でまあ、今回のの…ね、その 実際にねこういうふうなねやっぱりちっちゃな山梨の方でも小倉美咲ちゃんとか、えー、松戸の方でも南さやちゃんとか、うん、なんかちょっと目を離した先に本当にね行方が分からなくなってしまうような子どもたちがいます。 友達がいますでます、あ、でそれに対しての本当にメッセージではないかなと思ってます。今回の事件で例えばうーんやっぱり子どもたちが今、会ってる、えー、そういるう災難とか、うん、それの警告的なドラマであったと思います。でまあえー 途中にね、いろんなね小、小道具が入ってるんですけどそちらの方が、うん、はびこっているっていうふうなところがあって「えー、日本珍丸」とかねの本がねあったりとか。 やばい、今日本が、本当に厳しい状況になってますねっていう風な。えー、まあ、警告的な。メッセージが。多々あったんではないかなと、思っています。なんか、本当に、こう、出演者の、S. N. S. にも、はびこっているね。っていうのがあって。 私はまあ世界の人がみんなこうね、えー、愛を持っていれれば別にそういうのは問わなくていいと思うんですけれどもやっぱりこう何て言うかな今日本危ないよっていうふうなのほんとしてたらなくからね侵略し浸透してくるよっていうふうな。 メッセージってていいう,うに感じています、まあ、本当にこの2年前のことなんですけど実際に子供たちがやっぱり多くの子供行方不明の子供たちがいてそれで、ね、犠牲になっちゃってる子もいたりとか目を離した時にちょっと。 ね事故に遭ってしまったりとかいうこともあってだからこそこのちょっと考えてほしいなっていうメッセージが強いドラマだと思っていますだからこれは MH さんのこの訴え的ななんか気づいてみんなっていう風なものを感じています。 やっぱりこのコメディーの、ね、タッチの明るいラブストーリーなんですけどもいろんないろんなところになんかそういうことが書いてあったりとか、うん、して見れば見るほど考えさせられるドラマなんだなって思っています。 本当ね全部見ればねあのどういうふうなストーリーだったのかっていうのとまあ、本当に最後ねあの最後のシーンが、うん、そこに何があったのかっていうところですよね、うん、っていうのをもういつも考えています、ね、まあファーストチャンネルの方ではいろいろね「あの天ら門についてとかまあ,あと うんねドラマについてとかいろんなねこうインスタグラムについてとかお話ししてたんですけれどもまあもしかしたらまだ見てなかった方もいるかもしれないのでだから本当にこの子供たちがね、えー、行方が分からなくなってしまうっていうのがいや彼にとってはですね本当に、うん、多分ね DVD とかねあの作ったところのやつとかを見たりとかしてる限りでもねあの本当に子供好きな人と嫌いな人っていうのは子供も感じると思うんです、ね、あの本当に子供に対して愛情がある人っていうのは子供もそれを答えるんですよだから。恐怖心がなかかったりとか ねあなんていうかオーラっていうかその優しさとかうーんそのその人の内面とかそういうところが伝わってくると思うんですよね子どもたちにも。えー、きっとねそういう思いがねあったんじゃないかなと勝手にね私は思っています。はいえー まあ、芸能人の方っていうのは、表の顔と裏の顔っていうのがあると思うんですけれども、まあね、その点だけはね、私はね、うん、信じたいなぁと思っています。はい。ご視聴いただきましてありがとうございます。えー、チャンネル登録してない方、チャンネル登録、いいねボタンもお願いいたします。